ブラックキャッツの鉄道技術昔回し第56回台車の話国鉄時代編5ということでね、本日も話をさせていただこうと思います。どうかね、しばらくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回ですね、キハ181系機動車やキハ65系で採用された仮想新棚の台車についてね、お話をさせていただこうと思います。ぜひね、興味を持っていただければ幸いです。キハ60からの反省から開発された台車ということで、今回はですね、キハ91で採用された仮想シンダラ台車 DT36 型台車をね、取り上げてみたいと思います。詳細な構造などはですね、次ページ以降でね、お話をさせていただきたいと思いますが、仮想シンダラ方式が採用された理由としては、機動車による二軸駆動をどのように解決するかという問題があったからでした。キハ91で開発された仮想シンダラの台車っていうのは、文字通り台車のシンダラ、ちょっと真ん中の部分ですね、に相当する部分が存在しない台車です。どのようにしてですね、車体をね、支えているのかというと、ボルスタルス台車同様にですね、両端の空気前で車体を支えるとともにですね、ボルスターアンカーを利用して左右動と動力伝達をね、行っていた。そういう車両でしたね。台車でしたね。で、仮想新の台車っていうのは、DT35 型っていうのもあります。こちらはですね、実はキハ90に使えたんですけども、一軸の駆動なんですね。ですので、二軸を同時に駆動させるための仕組みを入れたっていうのはですね、DT36 っていうのがね、本格的な台車かなっていうふうに思ってます。で、仮想新ダラ台車はね、新ダラがないということで、書かせてもらってるんですけども、ここでですね、写真見ていただくと分かるんですけども、これは電車の DT21 ですけども、DT21 の台車のではですね、未来航空の部分ですね、新ダラと言われている部分、この赤く囲ったところですね、これがですね、実は DT35 型とかですね、DT36 型という台車では、ここ、存在しません。ね、横にこう伸びる、こう。板の部分がですね、ないんですね。で、これ幽霊枕および台車上部のシンダラ部分が見えないのがね、DT35、36型台車などのね、仮想シンダラ台車の特徴で、比較的大きなベローズ型空気バネですね、ここですね、この丸い部分、この部分が両側にあるのがね、ご覧いただけるかと思います。今からですね、キハ65型に使用されていたね、台車の詳細な図面というのをね、アップさせていただくことになります。まず一つがですね、こちら DT39 型台車。で、もう一つがですね、TR218 型台車ということで、この台車見ていただくとですね、分かるように、推進軸ですね、これが台車の中心を貫くようにね、貫通していますと。ということで、枕張りがね、ないのがね、分かっていただくかと思います。こちらの TR の方を見ればね、もっとシンプルなんでね、もっと分かりやすいかと思います。こういうですね、新材に相当する部分、先ほど見ていただいたようにね、その中心をこうピンを支えるという部分がありません。で、キハ91ではですね、その先も申し上げましたように、二軸駆動を採用したために、その推進軸をね、通すための空間というのをね、確保する必要がありました。で、後ほど簡単に触れますけども、二軸駆動というのはですね、昭和35年にキハ60で試作されています。ただですね、この方式ではうまくいかずですね、失敗してしまいました。試験終了後ですね、キロ60はね、DMH17 エンジンに取り替えられて、キハ60もですね、しばらくないですね、放置された後ですね、同じく DMH17 エンジンに換装されてね、使用されましたっていうことでね、このキハ60、昭和35年なんですけども、この時以来のね、リベンジっていうことで、開発した、ね、そういう台車ですね。仮想シンダラ台車はね、下部の連結棒を使うということで、下の連結棒で書かれてるんですけども、シンダラの代わりとしてですね、回転腕、ここの部分ですね、と連結棒により、仮想的にですね、シンダラを実現するともに、動力の伝達はボルスターアンカーをね、利用して行われるようになってましたと。で、回転腕っていうのはね、ここの丸したところなんですけども、ここは何かっていうと、推進軸と、左側のこの 丸ですね、これは反力吸収用の軸、トルクロッドというふうに言ってますけども、推進軸を回すときにですね、反対側にも、こういう軸、ある程度自由に動くね、軸を支えておいて、ちょうど応力で反転するっていう、そういう形のね、ものになるように、作ったわけですね。だから日本のこうパイプ、どういうんですかね、伸びていると。いうイメージになります。
で、推進軸の反対側の力を受ける形になっているのがトルクロッドっていうもので、まあ、これはギア181とかですね、その辺の特徴になります。で、回転裏はですね、ボルサーンカとともにこのピンで接続されて、まあ、さらにね、接続棒、連結棒でね、こう左右、こちらの回転棒と、バインですね、のこちら側の回転腕が両方ですね、つながれているという形になっております。で、まあ、仮想シンダー台車っていうのは、もちろんボスターアンカーを使ってですね、動力を伝達をするんですけども、それを支えるのが連結棒っていうね、この装置でした。で、まあ、キア90で採用された DT36 型台車は、シンダラの階としてね、回転腕と連結棒が、左の図のように連結されていて、まあ、ボルスターンカーから回転腕と呼ばれる軸が出ており、まあ、それがですね、左右で連結棒で結ばれることで、まあ、左右の回転をスムーズに行うとともに、動力伝達もボルスターンカーをね、利用して、まあ、連打されるというようになっていましたと。で、まあ、ここでボルスターとはですね、マクラハリオって意味する言葉ですので、まあ、実際ですね、高台車はマクラハリに相当する部分がなくて、まあ、一種のボルスターレス台車にはなるのですけれども、まあ、当時の国鉄の資料などを見てもですね、まあ、ボルスターンカーっていう表現がなされていますので、まあ、資料性を持たせる意味合いからですね、あえてボルスターアンカーっていう表現をね、まあ、使わせてもらってます。だから、ね、本来ですね、これ院長棒とかね、そういうふうな言い方するんですけども、本来であればね、まあ、まあ、当時のですね、国鉄のそういうふうな研修用の教科書などを見ますと、ボルスターアンカーって書いてますんでね、ここでも一応ボルスターアンカーっていう表現をさせてもらうことにします。まあ、滑走シンダー台車のね、まあ、仕組みということで、まあ、キア180の台車回転作用図を元に書いてみたんですけど、これほどですね、まあ、極端にね、実際には変異するっていうのはもちろんないんですけども、一応分かりやすくするためにですね、ちょっと書かせてもらいました。で、黄色の部分がですね、ボルスターなんかで、まあ、赤色が回転腕、それも緑色がですね、一応連結棒となりますということで、まあ、車体がですね、まあ、カーブなんかで変異するとですね、ボルスターアンカーと接続されたね、回転腕がもちろん回転して、それについてですね、連結棒もまあ引っ張られますと。で、反対側のそれによって連結棒が引っ張られることで回転腕を動かすこととなり、まあ、それに引っ張られる形で反対側のボルスターアンカーにもまあ力が加わるんだと。いうことで、ちょうど車体の中心線、まあ、車体中心線上中心ね、ので、まあ、変異をしているというような、ね、力関係が働くようになりますと。で、また断面的にはですね、先ほども見ていただきましたけども、以下のようなイメージとなりますということで、まあ、枕張りがないことでですね、まあ、推進軸を通す際のですね、スペースが、まあ、確保されているということは、まあ、理解いただけるんじゃないかなと思います。はい。まあ、キア181系はですね、まあ、特急用ということでですね、まあ、さらに以下のようなね、装備が、なされていました。ということで、まあ、どういうのかというのを言いますとですね、軌道、グルイや曲線をね、まあ、高速で走行する際の遠心力などが原因で生じる、まあ、車体のローリング振動、まあ、進行方向を回転軸とするですね、左右の回転運動、まあ、横揺れですね、を抑制して、まあ、乗り心地を改善するものということで、まあ、最近ではですね、ボルスターレス台車に遭遇されているね、まあ、ダンパーなどもありますけれども、まあ、昭和43年デビューしたキア181系では、空気バネを制御する方法で、まあ、その横揺れをですね、抑制するアンチローリング装置が装備されていました。まあ、上部に飛び出した空気バネ室がまあ特徴で、まあ、左右の加湿にですね、空気をクロスさせるようにしてあるということで、まあ、車体がカーブ等でね、まあ、左の図のように左側に大きく傾いた場合、右側の空気室はまあ圧縮されて、左側のね、下の部屋に空気が流れますと。で、同じようにですね、まあ、それでですね、そうすることで逆に元に戻ろうとして、上の方にも空気入ってきますので、上の方からこの下の、ね、反対側の下地に流れてくるので、まあ、走破する力が生じてですね、まあ、元に戻ろうというね、そういう力が働くことで、まあ、結果的にですね、振動を吸収してしまうアンチローリング装置としての機能をするとなります。まあ、常にですね、あと下の大きな空気室ですね、これはまあ、MR 管、まあ、直通管のですね、圧力に、まあ、圧力管に、ね、接続されて、まあ、常にですね、同じ圧力になるように設定されているということです。まあ、先ほど見ていただきましたキア181系ではですね、アンチローリング装置というのがついたんですけども、実はキア65ではですね、そのアンチローリング装置というのが、ね、省略されています。で、まあ、同じ高度の台車ではありますけども、まあ、キア65ではね、
急行型ということもあり、アンチローニング装置はですね、省略されて、小空気室の先ほどの部分ですね、これはですね、バネによることとされていました。こちらの方がね、キハ60号に採用された空気バネの方式。真ん中がですね、こうコイルバネになっています。で、キハ181の方ですね、こう小さなシリンダーがあって、まあ、この交互にですね、相手側のベローズにね、送るということで、空気室式になっていると。まあ、この点がですね、大きな違いであるということをね、知っていただければと思います。最後はですね、キハ60系では、特殊な方法でね、対応したということで、シャア35年に作されたキハ60はですね、もちろん二軸駆動を採用した画期的な機動車でしたけども、行動的な無理なね、ギアドライブ方式というのを採用したため、強度不足などが重なりね、動かなくなるという、事例が発生したそうです。エンジンの不調やですね、変速ショックの大きさなども重なり、試運転のみでね、実用に強制することがありませんでした。ということで、キロ60、キハ60ともですね、どちらも廃車後は、DMH17 に換装されてね、昭和53年、1978年頃までは、活用されたというふうに言われています。下の図を参考にですね、加曲をしてみたんですけども、赤い部分がですね、ちょっとリファレンシャルギアですね、車でいうところの。で、こういうので、ギア方式になってたということで、かなりですね、強度的に無理をしとったというふうに言われています。結果的にですね、それでなおかつ、こう、幕張の下を通すみたいな感じになるんでね、結構スペース的にも厳しかったんだろうと思います。で、結果的にこれがですね、あたとなってですね、キハ60はね、試作段階で終わってしまったという、そういうね、不幸な車両ではあります。最後までご覧いただきありがとうございました。今回はキハ181系などで採用された仮想シンデレラ方式の台車について書かせていただきました。次回はそれ以外の台車ということで、客車用の試作車や振り子台車などの、ね、話ができればというふうに考えております、ね。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方も、ね、よろしくお願いいたします。